こんにちは、タカさん。今回も46話ですか、いただきましてありがとうございます。まあ、3本の長編でしたねえ。1つずつ拝見して、私なりにまたね、フィードバックするところがありましたので、今回はちょっと考えるということについてね、考えてみようかなと思います。まずはそれが第1部になります。よろしくお願いします。では、気になる男47話、行ってみましょう。まずは気になるで、気になる男の47話は、考えるということをね、考えてみましょう。うーん 考えるってね、大きく分けて2つ種類があると思うんですよ。で、多くの場合は、この2種類のうちの1つ目の考えるというところになると思います。それはですね、学校教育の中で、まず正解を教わるんですよね。今度ここにテストが出るよ、みたいな正解をトン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 と教わっていくんですよ。で、その正解を知ることによって、テストが出た時に正解を覚えてますか、表現できますかっていうふうな確認をさせられるわけですよね。 はっきり言って丸暗記に思考は存在しません。ね。丸暗記してればいいわけですから。はい。ここに3と書いてくださいよ、つっ,ったらポヤーンとしながら3って書けばいいわけですよね。ここに年表を書いてくださいよ、つっ,ったら覚えていた年表を書くと。覚えてなかったら書けないと。ただそれだけです。現場で編み出せるものはありません。ね。まあ私なんかはね、数学の問題が出たときに、 どうしても公式を覚えてなかったら力ずくで現場でね自分なりの公式を作ってもう答えを導き出したもんですけどもまあでもねなかなかそれで丸をもらえることはなかったですねなぜなら回答方法途中経過ってものも暗記してるかどうかが問われるからなんですよはいそういえば10月のそうですね6日7日になってきて急に寒くなりましたね私ののもねついこの前まで 1>, 1週間ほど前までエアコンを効かしていたような気がしますけども今はちゃんと長袖のジャージでですねあったかめに過ごさないとすぐに冷えちゃいますそしてコーヒーはホットコーヒーでございます誰かに言われたわけではないけども寒くなりそうだなと思ったらこういうふうにするもんだと思いますしそれから私ね天気予報見ないんですよ天気予報ってほら例えば広島県の私の住んでる福山市だったらその全体の福山市全体のね天気が出るんですよね そそれこそ私の住んでる町とか家の周り上空がピンポイントで出ることはないんですよそうなると天気予報ってのはこの地区の方は雨ですよこの地区の方は晴れですよっていうふうな10波1からだけしか出ないんですよだからまあ見ないですね全然ねじゃあどうやって天気を測るかって言ったら外に出て風を感じて空を見てどうかな雲の動きはどうかな空の青さと雲の白さはどういう塩梅かな 雲は黒くないかな、茶色くないかな、っていうふうに見るわけですよね。そうすることによって、今日は傘降りそうだけどいらないよね、っていうふうな勘を働かせますね。でもこの感っていうのは山感ではなくって、今までのそうした行動の積み重ねが感じさせるわけなんですよ。だから、他者の情報は私はあんまり用いられないですよ。天気予報のアプリがある。天気予報を見る。そこに、雨って書いてあるから雨なんだっていう判断はしませんね。だからね、 今日雨になるらしいよって言われても、いや今日降らないだろうってってね、そっちが正解することが多いです。まあ、つまり、福山市全体が、ひいては広島全体が雨というふうな予報が出ても、私にとってみたら自分の上空が晴れだったら別に構わないわけなんですよね。だから、雨だ雨だというふうな天気予報に踊らされる人の中で、唯一うちだけが洗濯物を干して乾かしているって感じになります。その逆もありますね。多くの方が、今日は晴れ、 ではないけども、曇りで一日中過ごすらしいと思っていても、これは雨が降るよと。風の動きが早いもん。いや、今日は予定変更しとこうか。って言うとですね、だいたい半日後には雨になっているということでございますね。だからこのね、勘を働かせると言いますけども、山勘じゃなくて勘っていうのは考えることの積み重ねの、その上にできてるのかなと私は思うんですよ。 そして考えるのを積み重ねっていうのは自分で確かめることの繰り返しでしかできないのかなと思ってます。はい。ちょっと脇道にずれたような気がしましたけども考えるということをね実体験実質的に使ってみるとこういうことにもなるのかなと思ってますね。えー、そして話を戻しまして考えるの一つ目。多分ね多くの方はテストの例でもお話し,しましたように正解探しをしてるだけなんじゃないかなと思うんですよ。 つまり考えるっていうのは、いろんな選択肢の中で、どれを選択したらいいかなっていうことをやってるだけ。ね。うん。怒られないように、もしくは、OK をもらえるように、答え合わせ、パーツ合わせをしてるだけなんじゃないかなと思うんですよね。ですんで、最初に情報や経験の仕入れがなければ、まあ、その答え合わせのできる範囲が狭まってくると思うんですよ。だから情報収集が大事っていう部分もあるのかなと思います。 いやでもね、さっきの天気予報の例で言うと情報が逆になくても自分でああでもないこうでもないというふうに真っ白な紙の上に地図を描くようにねうんなんか自分で探求することもできるんじゃないかなと思うんですよこれをですね一つの例をもってまたお話ししたいと思いますで私はねあのいろんな店舗を出していたんですけどもあの広島市中区本通り周辺というね え、路線価が、この中四国で最も高いところ、つまり人気の立地に店舗を全部出しました。でも、どの店も1年、長くても10年持たずに閉店ということになりました。私の店ばかりではありません。高立地にありながら、多くの店がどんどん入れ替わってました。そして、私の証券、5万社、5万店舗、要するに5万ぐらいの商売をしている人がいるんですけども、 8割が広島は赤字なんですよ。怖くないですかだって商売したら赤字になるんですよ。立地が一番とか、集客がどうのとかね。大学の周りにあったら店は儲かるとかいろいろ言うでしょ。でも現実はそんなことないんですよ。つまりね、店を出すときって多くの方がリサーチをします。これはね、必然性を高めてるんですよ。人の流れが大きいところは、多いところは儲かりやすいとかね。 このぐらいのところにはこのぐらいの単価のものが見合っているとか、飲食店じゃなくて遊戯場がいいとかね、いろんなリサーチをします。これ、つまりどういうことかっていうと、他者の成功例や失敗例をたくさん調べて、その中で自分の行動をどういうふうに当てはめるかっていうふうなね、必然性のパズルをしているようなもんなんですよ。でもこれっていうのはね、限界があって、仮にそういうことをして、 正解に近いモデルを作って出展したとしても、今度はね、後から来るライバルが、自分の出展の例も参考にして、より正確なマーケットリサーチをした上で出展してくるんで、そこに負けるんですよ。つまり、後発組の有利さってものがここに働くんですよね。だから結局ね、あの、リサーチの勝負、リサーチにおける予算の勝負、 リサーチにかけれる時間の勝負ってことになってきて、これ必然性を高めた結果、必然的に負ける条件も抱えていくことになるんですよね。いや、だからね、情報収集だけで成功するかどうか、条件だけで成功するかどうか、これはね、非常に問題があるなと、疑問だなと思ってますよね。ライバルが出てくるんですよ。だって、リサーチって誰でもできるじゃないですか、ね。そして行動の結果ってのは落ちてるわけじゃないですか。 結果集め競争に後発組の方が有利だったりするからなんですよね。そして不利だと思ったらそもそも出展しませんから。弱いライバルって出てこないんですよ、基本的に。出てくるのは強いライバルばかりです。後発組は強いライバルばかり。弱いライバルはそもそも出展しないってことになりますね。さあ、そしてこれに引き換えてですね、今更ながら分かったんですけども、じゃあ、生き残れるお店とか会社ってのはどういうことなのかな それは、いわゆる先ほどまでお話していた考えるとは、別の考える、フェーズ2の考えるをとっている、そういうふうな会社とか法人だと思うんですよね。いや、一体どういうことなのかなと、ちょっと考えてみてください。倒産した犬器物件に好き込んで入る、そういうふうな人って言いますよね。なんか、とてもじゃないけども、こんな立地で商売するなんてみたいなところに、やっぱりな、みたいな感じでね。 あの、かつては賑わっていただろうお店が廃墟同然で転がされているんですよ。そこを改装して新しいお店として出発する。なぜかそういうところって長持ちするんですよね。これはなんでなんでしょうかだって、その店っていうのは常に誰かがやって失敗してるところなんですよ。その原因は人通りが少ないのか、それとも条件、他のね、立地条件が悪いのか。うん 何なんでしょうね。誰も手を出せませんよ、そういうところには。だって、出した店がもうすでに潰れてるわけですよ。ラーメン屋ならラーメン屋が潰れていて、そこにまたラーメン屋とか飲食店出したいですかね。だってダメな例がそこに転がってるわけじゃないですか。いや、でもね、人生ってもともと偶然に生まれて必然性を高めていく旅だと思うんですよ。あることわざがありました。生まれた時に貧乏なのはお前のせいではないと。 ただし、死ぬ時に貧乏なのはお前のせいだと同じように居抜き物件をたまたま見つけたそれは偶然なんですよ、ね、偶然見つけたんだけどもその偶然の中にね放り出されたっていう意味では人生も一緒だと思うんですよじゃあ条件が悪い生まれをしたから条件が悪い店舗を持ったからそれで勝負ついたんですか終わりですかってことなんですよ違うんですよねそういうふうな誰も勝負しなかったマーケットで 何をやっったらどううななな、るのかなっていうふうな自分なりの挑戦を繰り返すことによって自分だけの成功度が探求できるわけですよ。先ほどの1つ目の考えるとは違って正解合わせ答え合わせをするんじゃなくてねリサーチ合戦をするんじゃなくて自分にしかできない自分の探究これをすることによって道が開けたとしたらライバルは存在しないんですよね。なぜななぜらライバルは、なんであんなところ あんなやばいところに出してうまくいってるのってなるから、ただでさえ足を向けられないんですよ。参入できないんですよ。その上でなんで成功したかわからない。もっと言ったらね、成功したことが分かっても、いや、自分には無理だなと思っちゃいます。例えばですよ、その郊外に居抜きで出した店、ね、リニューアルオープンということで、新規の事業者が入って商売をします。 そこの店はね、とっても、まずいことで評判なんですよ。でも、どんなまずさがあるのか、ちょっと変わった人がそこに行くんですよね。しかも、わざわざまずいものを作ってるわけではなくて、まあ、そこそこ行ける味なんですよ。ただ、ロードサイドなどで、人を呼べるほどに、美味かっていうとそうでもないんですよ。盛り付けが上手かっていうとそうでもないと。店のデザインがいいかっていうとそうでもないんですよ。つまりは、 条件のいいところに条件だらけで出すような素晴らしい外観と一流のシェフとねとっても美味しい料理が並んでいるようなせめ合いをするような正解合戦をしているところではなくてなんかちょっと違うなみたいなものが魅力になってるんですよねだからね真似できないんですよ例えばもうその店のシェフやオーナーがねとっても個性的な人間でした、ね、他では真似できないような人格を持っています そうなるとどうでしょうか分かっていても真似できないですよね。あのね、昔ね、ビーバップハイスクールっていう突っ張りの映画があったんですよ。まあご存知の方、ちょっとね、動画を見てる方、40代、50代の方ならご存知かもしれません。中村徹と、それから加藤博士っていう二、ね、人のコンビが出てきて、その後2005年にもリメイクされたんですけども、これがちょっといまいち不発でした。今は突っ張りブームでも何でもないですから。ビーバップハイスクールっていうのは要するに、突っ張り学園物語なんですよ。 でも私たち世代にはものすごく面白くってね今でもコスプレというとランを着るんですよ何を隠そう私ねあの長蘭を持ってるんですよね長めの学生服それを着てねちょっとね楽しんだりもしてるんですよ、うん、私の即歌塾のホームページ公式サイトの中には会員制用の公式サイトの中には私がランを着てるところもねトップページに映ってたりするんですよね、うん、まあそれはちょっと余談ですけどもそういった感じで ビーバップハイスクールにゆかりのある人を集めたいがための店っていうのも実はね、山口県にあるんですよ。当然店のオーナーはビーバップハイスクール大好きで飲食店なんですけども、年に数回そこでビーバップハイスクールの同窓会っていうのをね、やるんですけども、これはね、タレントさんが来るわけではなくて、ファンの方がビーバップハイスクールの登場人物の格好をしてそのお店で宴会をするんですよね。知らない人同士でもすぐに。 リーアップハイスクールって映画のネタで盛り上がって仲間になるんですよそしてそれぞれがね例えば愛徳高校あの愛徳高校っていうのがあったりとかねそれからなんかこう上等中学みたいなのがあったりとかいろんな学校があるんですけどそのどの学校のどの生徒になりきるかっていうところで学ランが違ったりとか女の子だったら制服が違ったりとかするんですよねで出てくるセリフは全部映画の中のセリフみたいな感じで,でむちゃくちゃ楽しいんですけどもそんなのをねあの なんですかね、ライバル店舗の作りりおかないんですよねもう1店舗あったら十分みたいな感じなんですよまあコンセプトカフェみたいなやつですかねはい、まあ、そういった感じであの,ことなんですよあの前回のスライドでもねお話したことがあると思いますけども競争しなくていいそういうふうなマーケットってあるんですよね、うんまあ、大きく分けると会社っていうのは競争なんですけども YouTube の独特のネタって競争が存在しないんですよ。そういうふうな感じですかね、うん。だから考えるっていうのはね、そういうことなんじゃないかなと思うんですよ。どの道だったら険しいけど誰も来ないかなっていうところで、独創体制を作ることなんじゃないかなと思います。その独創体制を作るためには、自分の行動の結果をリサーチする、自分の行動の結果をリサーチするっていうふうな、自分のリサーチに特化してればよくって、マスのデータっていうのは別にいらないんですよね。みんながどうしてるからこうするっていうのはあんまり必要ないんですよ。 みんながこうしてるっていうものを元にリサーチかけて行動すると結局はねリサーチ合戦になってリサーチにかけれる時間予算そこからあー取り出せる咀嚼力こういったものの勝負になってきてとてもじゃないけど独創体制は作れずにみんなで団子になっちゃうんですよね、うん、私はそういうふうに思うんですけどねまあこういうふうに考えていくと仕事をしているっていうねこの概念にもちょっと疑問を持つようになります よくね、会社員として仕事をしているとかね、まああの、自分の家で、YouTuber でも何でもいいんですけども、ネットで仕事をしてるっていう人がいますけども、いや私ね、それね、単に作業してるだけじゃないかなって捉えることもあるんですよ。で、私自身も、仕事をしているようで、単に作業しているだけに陥らないかどうかってことは、ものすごく用心して、自分の身を変えりみてますね。作業を一生懸命試行錯誤しても、大枠の仕事ってものには、あんまり影響を及ばさないんですよ。 でも仕事ってものをきちんと考えてそこから割り出した作業をすると早く正確に事が済むんじゃないかなと思うんですよねえ。そしてそうやって仕事ってものを設定して生み出された作業にはあこの作業はいらなかったよねとかこの作業はやりすぎだよねとかこの作業は足りないよねとかこの作業は時間に応じて変更するべきだよねっていうふうなテンプレートのない、ね、その未知の世界の自分だけの作業っていうのを生み出すことができるんじゃないかなと思うんですよ。 まあそういうふうに仕事と作業っていうのはシビアに切り分けていくとまた見えるものが違ってくるんじゃないかなっていうふうに考えるを考えてみたというところですかね。これが第1フェーズのお話でございます。それでは引き続きね、第2部もご覧いただきますようによろしくお願いします。